N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、音楽が必ず聴けるクラフトボス、ソング&クラフトボスサントリーです。対象商品の QR コードを読み取ったサイトから Spotify オリジナルプレイリストが聴けるキャンペーンです。それでは烈さん、解説お願いします。はい、音楽が必ず聴けるということで、デジタルインセンティブに音楽を使った形で、すごくシンプルなものです。 QR コードを読み取ってプレイリストが聴けると、パッケージをうまく使っているデジタルプロモーションだと思います。でラベルについている QR コードから専用 LP に飛ぶと、役所広司さんとか神木隆之介さんとか、DJ 松永さんとか、そういった方たちがチョイスした Spotify のプレイリストが聴けるというものですね。ベタ付けのデジタルインセンティブになるため、よくある形だと QR からサイトに飛んだら各プレイリストがずらっと並んでて Spotify が聴けるというものなんですけど、ちょっと入ってみましょうか。せっかく買ってきたんで飲んじゃった一回。はい、じゃあこれ QR コードがここについております。 QR コードでこれ読んでいきましょう。おい、でこれ読んでいくと、このラベルのデザインによって誰のプレイリストが聴けるかっていうのが決まっていると。これは役所広司さんのプレイリストで、スペシャル対談ポッドキャストなんかもあるんですけども、それを Spotify で聴くことができるようになっていると。でこのラベルのデザインが違ってるわけですね、それぞれ。これだと一番上だとちょっとパッと見だとクラフトボス、全部クラフトボスなんで分かんないんですけど、ラベルのデザインが多分コンビニ並んでるのが全部違っていて、ラベルのデザインが4種類あって、それに応じた人のプレイリストが聴けるようになっていると。やっぱりこう店頭に並んだ際にロゴデザインが違ったものが並んでいるわけで、やっぱりそこにお客さんが来た時に違和感を感じてインパクトを出すことができているという形になってます。で、Spotify これ押すと Spotify に飛んでプレイリストが見ることができます。おいで、ちょっとサイトに戻ってですね、こちらこのラベルの部分がステッカーになってるバージョンもあるらしいです。ステッカーラベル、これはステッカーになってないパターンなんですけど、このロゴの部分がステッカーになってるバージョンもあるので、集めて PC に貼ったりすることもできると。12種類もありますから結構な量になりますよね。でそのタイトルロゴでこういったデザイン遊びをしたっていうことは、オフラインで使ってもらって、そこからこう写真投稿してもらったりとか、オープンな SNS に広がりができるように工夫されているということですね。 Spotify プレイリストプレゼントっていうのは、 Spotify の中でブランドプレイリストイコールブランド独自のミックステープを作るっていう価値観によって行われている Spotify の広告施策です。なので興味がある方は Spotify もしくは弊社に相談だ。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。